みんなお待たせやでさあ、ハイさんのアクスタ劇場にお越しくださいましてありがとう。ケンちゃんさん、またお越しください。ありがとうございましたお帰りになりました。皆さんこんばんにゃあ、おかしいさあ、ハイさん、はい、ハイドチャンネル今夜も始まったで。始まったで。最初から絶好調やな。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、皆さんコメントいっぱい届いてるので、うん、今日はね、生放送なので皆さんぜひぜひたくさんのコメントお願いするで。よろしくお願いします。ね、ホイさん、メガネメガネかっこいいって来てるで。はい、うん、これはもうヤスくんに昔いただいた。あ、そうやね、メガネです。はい、わお、ちょっと知的な素敵な印象でありがとうございます。アクスタを操作してくださいにゃした。はい、はい、今日も一日一晩盛り上がっていきにゃしょう。ありがとうございます。はい、ハイさん、実はね、うん、生配信、生放送は久しぶりやね。あ、そうだっけおお、近いわお、いいな。あ、ありがとうやで。あ、そうか、広島特集やってたから。せやせやせや、そうやで。いや、広島よかったね。うん、いや楽しそうやった。あの柿小屋、にゃー、柿小屋も今年のファイナルだね。一番ピークじゃない。いや、ハイさんがもうこの数年で一番楽しかったっていうコメントを見て、うんうん、あ、もうとんでもなく楽しんでるんやなって思ったで。だいたい焼き貝が好きなんだよね。うんうんうん、しかもあの環境で食べれるなんて。いや、天気もね、最高やったな。最高でしたね。ねえ、はい、美味しそうでしたね。最高でした。ケンちゃんが気になりますって来てます。気になるよね。そりゃ。ねえ、まあ、定期的にハイさんのなんかこう修学旅行みたいなね、温泉スペシャルもいつかまた見てみたいと思います。あれ、なんよくね、広島の温泉ってなんかいまいちピンとこなかったけど。にゃん。あるんだね、宮島の中にあるとか知らなかったから ね、あれ行き先はこうくじで引いてるので本当にね、そうね、その場で決まったんやけども、うん、ね、バースデープレゼントだったので来年のバースデーも楽しみにしていてくだにゃい。はい、さらにゴールデンウィーク、ハイさんがノスタルジックのミュージックビデオで撮影した地元の白崎海洋公園、うん、もうたくさんの人が行ったというニュース見たで。らしいな。すごいで。見た見た。ハイさんの撮影以降、2019年は5万9000人と、まあ、観光客の方が落ち込んでいたそうにゃんですが、うん、去年はなんと16万6000人、うん、もうおよそ3倍近くの方々が和歌山に。すごいな。にゃー、まあ、うん、なんともあれですけど、にゃんにゃん、まあ素敵なとこなんでね。うんうん、あの本当にね、なんかキャンプっていうか、なんかグランピング施設があって、なんかすごい盛り上がってましたね。うん、なんかいいなと思いながら。あ、来週行きますって方もいるで。あらね、行ったっていう方もいらっしゃいますし、柵、うん、を乗り越えないようにね。あ、そうやな、あれね、撮影のためにかなり危険なんで。うん、うん、しっかり、僕もちょっと死にそうだなと思いながら。もう大絶景でしたもんね。もうすごい迫力なんですよ。ニャス行く方はもうルールに従ってね、楽しんでいただきたいんですけども、うんうんうん、ハイさんといえばやっぱね、和歌山いっぱいいろんな魅力伝えてくれておりますが、うん、これからMV、ミュージックビデオ撮れたらいいなって思う場所あるか？和歌山で？にゃ、そうっすね、にゃすにゃす、和歌山、那智の滝とかね。那智の滝？那智の滝って日本一の滝があるの。お、そうなの？日本一の高さね。おぉ、滝があって、にゃす、そこなんかもう俺行ったのかな、なんかいまいち記憶がなくてねそこぜひ行ってみたいな。じゃあすごい高さからこう落ちてる水、ものすごいなんかご利益ありそうなね、素敵なとこなんですけど、もう写真でしか見たことない、そうなんやか。那智の
崎知ってる、あ、行きたいとか行ってみたいんですっていうことも。まあやっぱあと高野山だね。高野山は本当にやばいよきっと。やばい、空海が開いたっていうね。にゃにゃにゃ、歴史ある。山丸ごとお寺みたいな。うわー、パワーがすごそうやな。ここやばいですね。あ、高野山行きたい。そう、友ヶ島ね、あの僕あの電車あるじゃない、うん、ハイドサザン、あれのデザインの元になったのね、その友ヶ島っていうね、ところのなんか砲弾跡とかそういうところの、なんか積み上げた石のイメージでそのあの電車作ったんだけど、その友ヶ島をなんか舞台にしたアニメやってんだよね。舞台か分かんないけど、にゃにゃにゃ、あの辺を舞台にした。へー、和歌山暑い、すごい。サマータイムレーンだね。そうそうそう。へえ、そういうで電車のデザインとかもそうなんでね、うん、関係してるんや、うん、なるほど。とか廃山越しにね知れる歴史とか和歌山の魅力いっぱいあるのでね、廃山もね素敵なミュージックビデオ。これからこの前もね友達にね、うん、シラス送ってきてもらって、まあ、これからなんですけどシーズンは、和歌山のシラスこんな美味しいなんて僕知らなくて。美味しいの？和歌山いない方がいろいろ知れるね、良さをね。不思議なことに近いといつでも食べれるとかいつでも行けるとね、なかなか、なかなか後回しになっちゃうって方いるもな。本当にね美味しい。あ、シラス美味しいっていう話、あ、初めて知った方もいるな、食べてみたいな。美味しいですよ。これはもう行くしかないにゃにゃにゃ、楽しみです。はい、さん和歌山のお話ありがとうやって。はい、さあ、ハイさんのミュージックビデオ撮影今後も期待していきましょう、うん、ではでは、ハイドチャンネル今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。にゃー、関西生まれ関西育ち身も心も関西猫エディが今夜も進化しておりにゃす、はい、さあ、ハイさん、うん、いよいよにゃね、はい、来週の今頃はもうやばいですね。やばいよ、東京ドーム 30th Anniversary Live ですにゃー、いよいよだにゃー、うん、ね、迫ってまいりました。いや、そうやにゃー、最後、最後か、30周年の最後、すごいなー、ね、5月21日の土曜日、22日の日曜日の 2days になっておりにゃす、うん、2018年12月のコンセプトライブラルクリスマス以来約3年半ぶりのドーム、あーにゃす、あ、みんなチケット取れた？どうや？楽しみ、楽しみすぎます。2日間行きます。わー、羨ましい。あー、嬉しいですね。まだチケット3枚ぐらいしか売れてないらしい。今で埋まったわ。よろしくお願いします。いやいや、もう楽しみにしてる方、あ、グッズ買ったよっていうメッセージも、あー嬉しいね、ね、届いていますし、ね、この3年半前のライブ行かれた方はもう3年半かっていうコメントも届いてるで。ね、早いね。うん、たくさん来ております。2日間行くで、あー、いいね、うん、ね、今ね、リハーサルとかもう真っ只中なのか。そうなりますかね。進行具合とか、もう どんな状況？もう完成してますね。あとは本当は微調整というか、まあそんな感じですか。もうほぼほぼ OK ですね。もう明日ライブでももうおかしくないぐらいの。あともう ASK がまだできてないですかね。まだ映像とか、まだみんな特貫工事でやっておりますね。あ、そうなのか。このドームサイズのリハとかってこう、どういうリハーサルってその場でやるにゃか、それともこう違うところでやって当日？あの基本的にバンドのステージってどこでもサイズ一緒なんですよね。へー、あのドームでも、うん、ゼップでもあんま変わらないサイズは。へー、そうにゃか。ただまあそのね、両サイド伸びたりなんか前伸びたりいろいろするから。でもなんかバンドってなんかそこに行くフォーメーションがあるわけでもないから、うん、特になんてないんですよね。あのなんかダンスチームとかああいうフォーメーションがあるバンドはなんかある、バンドというかチームグループはなんかあるんじゃない？にゃーにゃー、きっとね、このタイミングでこう行ってこう踊りましょうみたいな、うん、ないから特にないですね、アドリブというか。へえ、じゃあその場の空気で、うん、でもここ行こう、 あそこで歌おうっていうのはハイさん元からあれって決まってるんやか？あ、なんとなくはあります。おお、そうにゃか。なんとなくね。にゃー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 、前回のなんかぐるぐる、真ん中でやったやつ、センターステージのやつぐるぐる回るんですよ。にゃにゃ、で決めないと、うん、
初めてのとこだと思ったらさっき来たとこだったんです。うん、確かに回ってるから何回かあったんで、もうあれはもう決めちゃいました。あ、インサイド行ってなんか何回もう最後までずっと同じとこまで行ったらちょっとさすがになと思って。いや確かにね、そこの人だけスペシャルになっちゃうもんな。そうなんですよ。そうなんですな。そうなんですよ。じゃあその当日ハイさんがねどんな動きをするかも含め、うん、楽しみにしておりますし、コメントももうドキドキしてきたっていう、うんね、なかなかこう実感がさ1週間前だとね湧いてくる頃だと思うので、ぜひ皆さんドキドキするで、ドキドキするわ。いやハイさんね1週間前やけどどんな感情？特になんもないですね。特にないですね。いつも通りのハイさんで、ね、そうですね、ニャスニャス、はい、ドキドキさせてくだにゃい。はいはいさん、じゃあせっかくなのでね、うん、今夜はラルクアンシエルのそしてハイさんのこれまでの30年をドームの歴史を中心に振り返ってみたいと思うね。なるほど。なので突然ですがハイさん、これからクイズさせていただきにゃすので、うん、口頭でお答えください、うん、覚えてるかな、うん、ハイさん、じゃあまずこちらの問題です。だじゃ3問題です。1997年12月23日に行ったラルクアンシエル初の東京ドーム公演のタイトルは、これあれじゃない、最近ツイッター出たやつじゃない、リンカーネーションじゃない、にゃ、あ、もう書いてるわ、もうファンの子が、ありがとう、正解はこちらです。教えたあかんや俺に。でもハイさん早かったな、これあれでもそれがなかったら分からなかった、あ、なんか、うん、誰ペレか誰かが、ペレだな、ペレがどういう意味だろうって調べたって当時ね、にゃ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 言うと貼ったので、あ、そういうタイトルだったんだなと思って。ちなみにどんな意味だったかハイさん教えてください。あのね、うん、こうリンリン鐘を鳴らそう。あ、そんなハッピーというかこう結構メルヘンな感じだったんだね、うん、リンリン鐘を鳴らそう、ね、答えコメント書いてくれてるね、うん、ありがとうございます。これから、問題ね4問まで続くんかな、みんなちょっと分かってもハイさん答えるまでちょっとだけ待ってくれると嬉しいね。そうだよ。じゃあ続いていきましょうか。さあ続いてこちらの問題いきます。あ、その前に2回目の東京ドームライブは 4days でしたな。で、ラルクアンシエルツアー2000リアル12月2日、3日、5日、6日だったにゃ。で、この時はドームツアーで大阪、福岡、名古屋のドームでもライブをしておりにゃす。そうそう、ドームによってこう音の環境とかやり方とかやりやすさとか違ったりするんか。うん、なんかあるかな。そこまでは特にないですかね。にゃんにゃんにゃん。ただその遠くの人が遠いから、そういうその人たちに対してなんかいろいろやったりしてましたよね。なんか、うん、あのセンターにステージ作ったりとか、にゃん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 、そこ移動したりとか、なんかいろいろありましたよね。じゃあみんなが楽しめるようにっていうのはそれぞれ工夫してやってくれてるんやね。そうですね。うんうん。あ、初ラルクがそのライブでしたっていう方いるで。ありがとうございます。すごいな。ね、ね、嬉しいやな。ね、あ、一番端の最前行った方いますにゃ。最前とかすごいよね。そんなチケットどうやったら手に入るの、うん、なんかどうやったら入るんか、どね、願掛けか、ねえ、ね、なんかいけないことしないと。いや、それない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 。え、本当言っちゃあかんで、それ絶対ないからね。あの昔マイケル・ジャクソン見に行ったんだけど、そうなんか、うん、もう一番後ろの方からほんとこんな、うんうんうん、ちっちゃいジャクソンじゃん、マイコーです。そんなちっちゃかったがね。うん、ちっちゃかった。でもすごい良かったけどね。いや、そうなんよ。なんか遠いライブももちろんあったけども、その近い遠いっていうよりもあの空気感一緒にいられるだけでめちゃくちゃ楽しいよね。よくわかってる。いや、そうやで。それなんですよ。いや、本当思うで。全国からあの5万5千人が集まるという。そう。もうこの時点でもう泣いちゃう。泣いちゃう。
泣いちゃっていいですか。はい、はい、泣いちゃう。泣いちゃうかもしれないな。泣いちゃうかもしれないってみんな。じゃあみんなでハイさん泣かせましょう。泣かせましょう。泣かせましょう。ねえハイさん、でまだまだクイズあったやった。行くで。うん。3度目のドームライブが2005年でした。2005年。そしてここで問題です。この時はアジアライブと題して東京ドームの他に海外でもライブを行っておりにゃす。その国とは。どうぞこちらでございます。9月3日ほにゃ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 、9月10日ほにゃ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 です。うん、さあどこ行ったか覚えてるか。うん、でコメントもうちょっと我慢しててくださいな。アジアってことだよね。だからアジアやで。そうや、アジアライブ2005、懐かしい、あそこ。そう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 、みんな分かってるよな。これも行ったな。わあ。中国はあるよね。あ、おお、いいねいいねいいね。ハイさんいいよ。中国はあるよね。あるな。いや、うん。ない。いや、いいよ。あるよね。で一個ね、それね。もう一個でしょ。もう一個もう一個。2005、うん、そうそう、台湾はやっぱね、なんつうの？にゃ。新日だから。にゃ。人気あるんですよね。にゃ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 。台湾、でも台湾と中国かな。ええか、じゃあ締め切るで。上海、上海と台湾。台湾違う気もするけどな。ハイさん頑張れって言ってくれてるで。それで行ってみようか、とりあえず。うん、オッケー。じゃあ答えはこちら。残念、韓国なんだ。せや、韓国。せや、思った。出てこうへんかった。韓国な。9月3日韓国、9月10日中国で、9月24、25と東京ドームに戻ってきておりにゃす。残念、惜しかった。行きたいな。韓国行ったのにっていう方もおられるね。行きたい行きたい。ねえ、海外ええな。ねえハイさん、ちなみに初海外とか海外ってどんな感じや。え、それ聞く。うん、聞きたい。初海外でしょ。初海外。それあれですよ、聞いちゃいけないとこですよ。うん、なんでダメ。うん、モロッコ、モロッコ、ほらみんな書いてる、モロッコ。ほんまや、これみんなもう二度と来るか行くかって言った。え、モロッコ。そうだったの、ごめんな。はい、そうなの。なんか、うん、行っても全部飯がまずくて。ちょっと待って、え、嘘。そんなことないよ。なんか近くでテロがあってとか、もうほんとなんかそういう感じで、にゃん。で行ったらずっと空気中に砂があって、にゃん、鼻かむと砂が出てきて、にゃん。で二度と来るかっつってけど、だから それ以来ね、うん、どこ行ってもなんか外国って感じがしなくて。あ、もう最初にもうすごい海外を味わったから。うん、でなんで飯まずかったのかなと思うと、うん、その頃ね、そんなにパクチーってなかったのよ、世の中に。なるほど。日本には食べたことなかったの。にゃにゃ。でも全部ほとんど、多分ほとんど入ってたのね、あの味が。なんこの匂い、味みたいな。うんうんうん。全部まずかったの、当時はね。うん、でも今にして思うと、あんだけ異国を感じた街はなかったなとは思うよ。いや、やっぱり初体験だからこそのパンチだったわけやね。ものすごかったね。へー、あ、でもなんかミュージックビデオは良かったとかコメントも届いてるね。風の行方、それこそ二階さんですよ、うん、それ。そうなんやか。うん、二階さんもう最初の頃からずっとね、うん、撮ってくれてたんですけど、その頃はもうまだちゃんと面識もない頃で、にゃ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 。うん、そうか、素晴らしい作品はできたけど、ハイさんからすると最初の絵画はいろいろあったよね。いや、もうみんな言ってたね、もう二度と行きたくない。え、それから行った。え、それから行ってない。じゃあいつかね、うん、もしかしたら来年の ね誕生日頃行ってるかもしれへんな。ほ、うん、ね、いい場所ですからね。はい、はい、そして2006年には15周年記念のライブもドームでございました。ラルカンシェール15周年のラニバーサリーライブ、11月25日26日、この時はサブステージにはゴーカートや馬車で移動していたよというお話です。んー、さあさあ、さらにですね、2008年はラルクアンシエルツアー2008ということで、まさに世界を回って東京ドームに戻ってきたというツアーなんやけども、うん、まあ、中国、上海、台湾、台北、フランス、パリ、韓国、ソウル、うん、香港と回ってきて
って東京ドームに凱旋したツアーです。なるほど。で、5月31日、6月1日、3日東京ドームで行われたという、すごいですね。各地行ってるんやけども、うん、ハイさん、この2008年のツアーなんか覚えてたりするか？フランス、パリ、韓国、ソウル。初めてのパリかな。あ、そうなんかもしれん。おお、そうかもしれん。フランスのライブに行った。え、何年？ 2000？2008 年。あー、そうやろな、一番最初の。パリで、うん、あのそれまでフランスに行ったことなかったの。おう、ヨーロッパはまあいくつか行ったことあるんだけど、フランスはやっぱバンド名がのところなんで、なんか特別な時にしか行きたくないなってもう決めちゃって。ニャスニャス。だから初ライブの時に初めて行ったんですよね、フランスね。じゃあ撮っておいたんやね。撮っておきました。うん、はい。そしてなんかがあのリアルのジャケットになったあのノートルダム寺院のニャス、あ、はい、あのガーゴイルの場所まで行って、どれがそれかなとか言って探してたんですけど、そのノートルダム寺院から出た時に上見たら、頭上にね、丸い虹ができてたの。わあ、すごい。すごくない？真上に丸い虹なんて見たことなくない？ないないない。できてたの、それが。わお、すごい。すごかった。ドラマチックにロマンチックですにゃ。ねえ、これじゃあ忘れられない景色やね、ハイさん。すごかった。すごい、ね、虹も迎えてくれたという、そのフランスが2008年のツアーだったんやけども、うん、さ、続いてが2008年から2017年、17年、25周年記念のライブが再びドームでした。うん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 、でラルクアンシエル25周年アニバーサリーライブ、2017年の4月8日、そして9日です、うん、でこの時チケットの申し込みが60万枚以上だったやて。60万枚、60枚じゃない？いや、もう桁が違いすぎて、60万枚という。で、ね、当日は国内50の映画館と、さらに海外でも10カ国13都市16カ所でライブビューイング。ほほ、もう全世界の方が見ていたということなんやけども、ここでハイさん、問題です。はい、ライブビューイングを行った国は？はあ、ヒント、10カ国、はい。うん、いいよ、もうあのリズミカルにいっちゃいましょう。ここ10カ国あのね、10もあるから。マレーシア。あ、ちょっとストップ。はい、もう一回、もう1個目からいきましょうか。はい、はい、お願いします。マレーシア。うん、ニャスニャス。いいですか？何その反応。え、なんか10 え、どういう段取り、分かってる？いや、もう分かってますにゃ。はい、10カ国行ってねって言っていけばいいんでしょ。行っていい、いいよ。で、マレーシアは行ってない。ないんで、じゃあないって言ってよ。うんうんじゃなくて、違う、いや、うんうんじゃなくて、ブーとか言えばいいじゃん。いや、はい、1個目からね、外してこられるとほらこっちもやる気なくしちゃうから、外すの最後にしてほしいにゃ、ドキドキしたいから。無理だよそんなの。いや、台湾。オッケー。まあその辺はしょうがない、ね。オッケーオッケーオッケー。台湾、上海。オッケー。香港。あ、待って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 。上海。No。上海。No。No。No。香港。うん、ピボン。台湾。あ、言った。言ったわ。韓国。オッケー。上。シンガポール。にゃ。No。No。No。ジャカルタ。No。フィリピン。No。タイ。ピンポンピンポン。タイ来たか。今何個？4つまだ。4ついったで。あと6個あるけど。アメリカ。ノー。あとね、6個はカタカナ。はい、まあ、そうですか。うん、あと、アメリカない。じゃあ、ヨーロッパね。ヨーロッパ？あ、じゃあ、あれ、メキシコ。あ、ピンポン入ってるで。やったな。メキシコ、チリ。なんや、ノー。ないんか。ノー。ブラジル。ノー。アルゼンチン。ノー。ないんか。じゃあドイツ。ノー。あと10秒。イギリス。ノー。ないんか。フランス。ノー。嘘。4、3、2、1。スペイン。
No。 あかんか。いや途中から答え見てなかったやねんけども、残りが見てない、インドネシア、答えこちらです。メキシコ、コロンビア、コスタリカ、ペルー、グアテマラ。もうコーヒーが止まらない地名やな。ほんまやな。なあ。うん。いやいや、ね、すごいや。あ、ごめんね。そうかそうか。ジャカルタ言ってたか。ねえ、こんなに様々な場所にハイさん行かれておりにゃした、はい、すごいやな。10カ国。はい。ということで、行っておりにゃした、ハイさん、はい。お答えありがとうございました。難しいね。ね、ハイさん、ちなみにね、海外歩いてて、おぉ、ハイドみたいな顔刺される国ってあったりするんか？逆にこう、絶対バレない国とか。いやー。基本そんなバレないですけど。うんうんうん。有名なね、イギリスの話はありますよ。何回も言ってるけど、それ。にゃにゃ、教えて。イギリスの、ハイドパークにね、2001年ぐらいもうずっとレコーディングしてたね。2000年頃でハイドパークに僕いたの。ニャスニャス。ハイドパークで休憩したのね。すごい。ベンチのところで、多分アジア観光客がちょっと遠くからで 10人ぐらいの団体こう前の方歩いてたの。ニャで僕の方指さしてハイドだハイドだって言ってたの。あバレたと思ってニャス。そういう話をね、うちのレコード会社の人にしたの。いや、このバレてハイドパークにいるところって、うん、でもそれ地元帰ってさ友達に言っても絶対信じないよね、うん、ハイドパークにハイドがいたなんて冗談でしょみたいな。確かにいい話だね。いや、夢みたいな話や。はい、すごい。あ、そうなんや。いいな、見た人。ね、ハイさんお話聞きていきましたにゃ。続いてはラルクアシェルドームの歴史中心に振り返っていったんやけども、うん、まあ、今回ねどんな伝説が生まれるかということも引き続き楽しみにしていきたいなと思います。時間の都合でクイズここまでとなりにゃす、はい、さあさらにこの30周年のドームライブグッズもたくさん登場するにゃ、はい、で今日いち早くそのいくつかを持ってきてもらったので、はい、ハイさんちょっとテーブルの下にあるのでちょっと出して見せてくだにゃいな。はい、ハイさん出てます。出てます。あ、出てた出てた。出てます。ゆっきーちゃん出てた。出てますよ。あ、出てましたか。あ、今日はこういう見え方でグッズ紹介する日でいいか、ハイさん。めっちゃ驚いてる。てつやさん。めっちゃ驚いてる。あ、かっこいい。めっちゃ驚いてる。下からこう出てくるタイプのライブなんやな。ね、あ、おお、いっちゃわないでください。ぜひぜひあのご登場。なんだっけ、グッズ。そうやで。グッズあんで。やった。なんか。はい、さん、ちょっとお酒のところ。え？ボトルのところがちょっとひょっこり。本当？はい。あ、じゃあここはね。この T シャツ。T シャツ。T シャツ。ニャス、ビッグ T シャツ。ね、まだ。あ、かっこいいシルエット。ねえ、シルエットが、うん。あ、届きましたってコメントも届いてるで。ねえ、うん、届いてないような話を見ておりました。うんうんうん、見ておりました。SNS で。今日届きました。買いました。これポップでいいんじゃない？ポップのね。あ、いろんな種類ある。こちらがロングスリーブ T シャツ、長袖やね。白もあるよ。白もあるで。これがお揃いで着たいな。タオルだ。タオル、マフラータオルとなっておる。かっこいい。色もなんかかっこいいな。渋いね。お洋服にも合いそうやな。うん。お、かっちょいい。お、気分とお洋服今日ハイさん似合っとる。ま、ほんと？うん、マチしとるで。何でも似合っちゃう。さあ、いっぱい持ってるけど。お、これはハイさん、これはイエス。モバイルバッテリー。全然モバイルじゃないの。重いよ。いや、充電するんやから。で、これも入れ物。あ、この入れ物もね。ショッピングバッグ、柄見せてください。白くて可愛いね。白くてね。で、前の方に、お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 。あ、ちょっとこうやって。どういうこと？どういうこと？こっちこっち。そう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 。持ち手が2、こっちもあるんだ。それめっちゃ嬉しいやつ。あ、そしてタイトル書いてあるな。
のタイトル、そうやな、アルバムタイトルが、うわー歴史を感じる。これめっちゃもうスーパー行くとき便利。そうやね、肩紐もね短いのと長いのあるから。トイレットペーパーも入ります。お、トイレットペーパーここできるね。まあそれぐらい大きいってことやな。さらにハイさん、問題の品ですねこれ。これこれすごいよこれ。ミルキーミルキーアッシェルでございます。かわいい。透けてる透けてるね。ハイさんこれね、まあ、強引なキャラやなこれ。 えでもすごい似てません？似てる。うん、かわいい。うん、でこの裏ちょっとハイさん見て、裏面、裏面に文字書いてるの見えるか？出ます、はい。読んでみてください。ラルクの意味は虹。やったそれ本物聞きたかったよ。ありがとうございます。これね、あ、歌って歌ってかわいいね。ミルキー楽しみね、買った方楽しみですよね。よく考えたねこれ。すごいよな、ね、でついついこうね、読もうと思っても歌っちゃうという魔法のワードやな。うん、ミルキーアンシエル。うん、うん、せや、裏のパッケージも可愛いし、食べるもよし、ね、飾るもよし。あー、なるほど、こうなってんだ。ほら、ね、すごい贅沢。あ、裏、裏はちゃんと。あ、あ、ギター。ギター持ってる。持ってる。え、そういうこと、ひょっとして。そう。あ、なになに、マイク持ってるじゃん。わー、しかも衣装、アイさん。俺の衣装これ。そうやで。あ、知らなかったこれ。これケンちゃんの衣装じゃん。そういうことやな。メガネ持ってるし。やだー、凝ったんなこれ。あ、ちゃんとベース持ってる。せやなってことは、あ、ドラム叩いてるぜ。おーすごい、すげー、アクティブなペコちゃんや。これはなかなか本気ですね。いや、本気です。今回のツアーの衣装、そしてね、それぞれのドラム、ギターです。これは売り切れ必須じゃないですか。いや、これね、かわいいですよ。かわいいね。確かに。さあ、ペコちゃんアンシェル。ね、ミルキーアンシェル、めっちゃかわいい。すごいです。注文してよかったとか。うん、これはちょっとあれですね。なかなか。ね、うん。さあ、そして、サティス限定のシャンパンも公式グッズでございますが、今。シャンペーン。イエス、どっち見たらいい、このシャンパン。シャンパン。シャンパン。ちょっと持ち上げてみます。ケンちゃん。ケンちゃんさんが。あ、ケンちゃんいた。ケンちゃんさんがずっといました。ケンちゃんいたね。さあ、受注生産になっておりにゃす。サーティス限定のシャンパンでございにゃす。シャンペーン。シャンペーンってシャンペーンじゃないとダメなのね。確かね。ね、名前つけれないのね。あ、そうなのね。シャンペーン地方じゃないと。あ、すごいです。飲んでいいんですか。いいですよ、もちろん。いやー、わーお、スペシャル。あ、こちらなんか購入された方はね、ボックスも非常に豪華になっておりますので、ほんと、もう記念にぜひ飲んでいただきたい。億千万の歌ってくれちゃる胸騒ぎ、にゃーにゃーにゃー、まばゆいくらいにエキゾチック、にゃエキゾチウィウィーク。おおおおおおお、ペコちゃん、ペコちゃんがいやいや、もうゴーシャンペン、全部行きましょう行きましょう、豪快に行きましょう。ハイさん、シャンペン、シャンペンシャンペン、エビバディ、シャンペン。あ、なんで、ハイちゃん、お味、ペコちゃんがえらいことになった。ペコちゃん、後でな、後で綺麗にしてちゃんと飾っておきましょう。ペコちゃん酔っ払ってます。キャキャ、タオルがどん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 出てきておりやす。あああああああ、シャンペーン。あ、いいですね、いいですね、シャンペーン。あ、ハイさん、しかもボトルの裏ラベルにそのシャンパンはシリアルナンバーも入るということで。シリアル、イエス。で、オリジナルシャンパンフルートグラスもう2個つくので、本当に特別な日に乾杯してねってことです。こう、美味しい。お、おかわり、ちゃんと美味しい。おー、飲むね飲むね。じゃあ、あ、美味しい、エキゾチウィウィ。続いてたはい、シ
ャンペーン。シャンペーン、ここまで歌ってくれることなかなかないで。シャンペーン。まだ続いてたで。まあ皆さんスペシャルなシャンパンございますので、ぜひぜひゲットしてみてください。まあそんな東京ドームのライブについてお話ししましたが、いよいよ来週開催となっております。改めてドーム集結予定のみんなに一言、ハイさん欲しいで。あーそうですね、30周年を締めくくる最後にやっぱ華々しくね、たくさんの人に来ていただいて、そうだね、まあ、集大成というか、なんかね、あれ勝手にスタッフが投票とかやったからね、ややこしいことになってて、そういうのも一応加味しなったりしながらね、考えました。はい、まあ、何の曲やるかちょっとお楽しみにねしてもらいながらですかね。はい、楽しみにしておりにゃす、はい、みんな思いっきり楽しみましょう、うん、それではここで一旦 CM です。どうぞ。さてさて、今夜はここまでねお話ししていきましたが、いよいよこちらのリリース日が見えてきてるで。どちら？ラルクアンシェールのアルバムリマスターボックス。アルバムコンプリートボックスリマスタードエディション、ハエさん発売日までもうすぐやで。ほんまやな。で、5月18日のリリースとなっておりにゃす。ね、シングルのリリース日でもあるんですが、あ、今週ってことか。せや、5月18日予約しました、買いました。こんなところに。さあ、見てこれ、ごついで、これすごいボリューム。重いで、これ頭当たったら痛いんちゃうか。いや、でもハイさん、これ、虹みたいに。そうなのね、オーロラみたいなボックス。これはすごい。うわー、おすごーい、チョイスケ、シュケてる、シュケてる。すごい、これもうギュウギュウ。やっぱ虹色なんでね。いや、あ、写真もあるということですよ。写真、うん、あ、はい、こちらです。うわ、虹色だ、ハイさん。もうこれさえあれば全て網羅いたします。ラルクアンシエル、やった、コンプリートです。間違いなくコンプリートできるよね。ね、聴いてほしくないあの曲もないやろ、聴けてしまう。いや、綺麗綺麗綺麗、わお綺麗、すごいコンパクトなのね。そうそう、開けるとぎっしりやもんね。重いもんだって。いや、そうやもんね、一曲一曲が重いんやで。あ、気持ちもいっぱい入ってるよね、ハイさん。ほんまやわ。あ、なんかハイさんパリパリ開けてる音するで。こんなん作ったっけなと思って。あ、すごい。あ、全部のなんかそのブックレットが、わー、すごい、えらいこっちゃ。わー、こみ、嬉しい嬉しい、見せてくれて、えらいこっちゃで。で、これたま、ほんと歴史を終えるな、ハイさん。なあ、もうこれ十分やわ。いやー、素敵ね。あ、いいね、ブックレット楽しみすぎるとか、早くそのロゴの意味を知りたいとか来てるで。ロゴ、これかな、うん、それかな、これラルクアンシエルじゃないですか。これちょっとこう隠れてる部分があるんだよな。あるかな。うん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 、僕もよくわかりません。いや、でも30年分がここに入ってるっちゅうことやもね。ほんまやな。せやせや、えらいこっちゃ。ハイさんから見てもやっぱりなんか歴史を感じるよね。そうですね、まあこう、うん、ね、メンバーとあと皆さんで一緒に作った歴史が詰まっております。うん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 、ね、ありがたい。全部名曲とか宝箱とか、うん、うん、ラルクの宝箱、素敵な呼び方だな。ラルクの宝箱や。ちょっと言い方でちょっと変わるもんやね。うん、今ちょっと美味しそうなイメージが湧いてしまいやしたけども、うん、その顔。うん、ね、皆さんぜひ
こちら5月18日、改めてご紹介すると、ラルバムコンプリートボックスリマスターデジション、リリース日は今度の水曜日、5月18日、失礼いたしました。5月18日、完全受注生産となっておりにゃーす。あ、受注なんだこれ。そうやね。さて、この後は番組まだまだ続きにゃす。久しぶりのあのコーナーもやっちゃうで。では、その前に、ハイさんのオフィシャル YouTube から公開されている楽曲、ご紹介お願いしにゃす。ライオン。